文京シビックホール、響きの森、文京公会堂。出演者たちが本番前に準備の時間を過ごす大切な空間、楽屋。大ホールにはさまざまな用途に合わせた8つの楽屋があります。楽屋1と楽屋2は同じサイズの大部屋タイプ。定員はそれぞれ30人ですが、部屋の中央を仕切ることができ、2分割にして利用することも可能です。楽屋3と楽屋4は舞台と同じフロアに位置する個室タイプ。楽屋3にはソファー、楽屋4には応接セットをご用意。またそれぞれの部屋にユニットバスも完備。コンサートの指揮者やソリスト、バレエや演劇の主役の着替えや休憩にご利用いただけます。楽屋7と楽屋8は畳敷きのスペースを備えたタイプ。それぞれの定員は24人ですが、楽屋7は少し大きめの和洋室、楽屋8は18畳の広々とした和室があり、着物の着替えも余裕を持って行えます。他にも人数や用途に合わせて選ぶことができる楽屋を準備しているほか、1階ロビー側のクローク中には主催者控え室もご用意しています。楽屋側の共有エリア各階には冷蔵庫や給湯室、シャワー室、洗濯コーナー、自動販売機や電子ロッカーも完備。トイレは明るくゆったりとした設計。ウォシュレットを完備するとともに、バリアフリートイレも設置しています。車で荷物や機材の搬入室を行う際は、1階の搬入用サービスヤードで行えます。11トントラックが2台収容可能。間口も広く、余裕のあるスペースを確保。大切な楽器や美術備品、大型機材などを舞台まで段差なく搬入することができます。出演者が快適に過ごせる楽屋。ステージ作りをサポートするスタッフが力を出し切れる環境を整えています。